今日はファン間限定グッズが販売されているんですけど、うん、青山選手の青山コーヒー店エプロンと高橋選手の、クリームソーヤの T シャツが、うん、と工藤選手のオリジナルデザインの T シャツ、そう、ね、はい、とフレッチェポップコーンが販売されています。はい、はい、でなんか工藤選手が今日のファン間に向けて、そうデザインをしたんですよ、うん、そうそう、ツイッターでなんかさ写真が出とったけ見たんだけど、うんうん、めっちゃ良かったけ、今日めっちゃ楽しみだったよね。そうで選手とコラボしてある、してあるやつは、うん、男性の方も女性の方でも絶対誰でも着れるので、うん、着れると思うね、はい、そう限定150枚なんだけど、うん、今あるかどうかは分からないんだけど、あるのかな、皆さんぜひ早めにゲットしてみてください。はい、あのフレッチェポップコーンもねすごい、うん、なんどんなのかすごい分からんけど、ね、めっちゃ気になる、ね、気になるね、食べに行きたい、ね、食べた方もいますか。食べた人あらいないじゃん、フレッチェポップコーンない、あらみんな食べてない、食べないの、あとでみんなで食べようね、うん、食べよう、だから皆さんもぜひ買ってみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは最後の曲聴いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はファン感謝デーということで、私たちもいつも応援してくださるファンの皆さんやサポーターの方々と一緒に今日はこの曲を歌いたいと思います。タオルを持っている方は一緒に、暑いけどね、こう一緒に盛り上げてくれたったら嬉しいです。嬉しいね。はい、それでは聴いてください。ときめいてハートトリック。Thank you.
時も見に来てください。スプラッシュでした。バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。2回目のステージは15時30分からです。ありがとうございました。はい、ありがとう。